まず1月ということなので、いろいろ僕調べるの好きなのでまたデータを取ってきました。はい、はい、まあ、1月効果っていうのがあって、うん、まあ、株は高くなりやすい。そうですね、まあ、みんなガンガン1月から来ますんでね。はい、はい、でまあ為替も傾向があるということで、うん、1月の方向性が年間の方向性を決めると、はい、はい、割とその傾向はありますよね。はい、うん、過去20年ではまあ6割なんですけど、うん、直近10年になるとなんと70%。すごいですよね。これなかなか当たりやすい、うん、ね、最近ちょっとその傾向がまた顕著になってきましたよね。そうですね、うん、僕もびっくりしたんですけど2017年から7年連続で全部一致してる、うん、じゃあ年初の方向についてけど、まだね1月の終わってないんで。でもこのまま確定したら140円の70割らない限り上昇するっていう。ってことは何、去年の高値抜けちゃうのみたいな。早くもね、まあ、僕も含めてそうなんですけど、今年はやっぱり若干ドル安円高方向でしょうみたいな、はい、120円台ぐらいを言ってる人たちもいっぱいいますよね。そうですね、なんか早くもこれもし140円30が今年の安値だったらみんな1月は敗北みたいな。みんな間違えましたみたいな。間違えましたみたいな。まあちょっとねびっくりですよね。まあ、ちょっとそうですね、震災による円売りっていうところはさすがに予想できなかった分、上振れあるとはいえ、本当にこのままいっちゃうのかっていう。やっぱそんなにニーサ、新ニーサのフローってすごいのかって感じですよね。ですね、新ニーサの話題ですね。そうですよね、全世界株式オールカントリーが積み立てニーサで一番人気、うん、オルカンってやつですよね、はい、でこのまあオルカンのまあ6割は米国株なんで、うん、まあ、結局さ、あれってオルカンってどうなんですかね。結局 最初ドルになってそこから分かれるんで、結局全部ドル買いになっちゃうんですよね。そうなんですかね、まあ、その会社によって違うと思うんです。今日も投資の設定あったと思うんですけどね、うん、だからやっぱりこういうのが出るときって注意しないと円売り、まあ、クロス円にしろドル円に行くにしろ、はい、結局はまあドル円の買い出るんで、うんうん、そういう意味では注意ですよね、うんうん、クイックの調査で推計で1013億円出たということで、うん、この日時の流入額が1000億円超えるのはもう設定されてからの初めてということで、うん、相当な規模だったということです。そうですよね。だからこれがこれからコンスタントにこういうのが出るとなると注意しておかないといけないかもですね。いつ出るんだろうということで、僕は月初だけだと思ってたらどうやら違うということで、うん、まあ、結構なんか買い付けの日が分散してるらしくて、五等日なのか50、20なのかっていうそこの投信次第だとは思うんですけど、はい、ばらける可能性があるんで、うん、まあ、やっぱりそこら辺をいち早くこう察知してね、先回りっていうのもこっちはありかもしれないですよね。ね、そうなるとまあ少なくとも2月ぐらいまでは、まあ、五等日結構強い動きが。でも積み立て方の場合って、はい、一気に1月に出るわけじゃないから、もうずっとコンスタントに出るわけじゃないですか。したらもうそれが新たななんかね手法になるかもしれないですよね。そうですよね。この規模も年間でマックス30兆NISA の口座が今、まあ、っていうか政府の目標が3400万口座だったらしいんですけど、はい、それが結構前倒してっていうかできてるみたいなんですよ、はい、で、まあ、人によってねその100万円の成長枠まるまるすぐ使い切るわけじゃないと思うんですけど、はい、それ3400万口座が100万ずつって言ったら34兆円ですから月で割ったら、いや1ヶ月に3兆円かよみたいな感じでしょ。すごいですね、大型 M&A が毎月やってくる。そうだからこのフローっていうのは一つやっぱり為替に大きな影響を今後与える可能性はありますよね。楽天証券さんとか SBI 証券さんとかそういうところから玉が出るかもしれないですよね。そうですね、やっぱりNISA口座ってそういう証券系多いでしょ、ネット証券系あると思うんで、はい、あとはまあトラディショナル野村証券とか大和証券とか、うんうん、そういうのはあると思うんですけど、確かに米株のアナリストの人がコロナの直後に米株すごい流行ったじゃないですか、はい、いやあれでもう本当に集中してる時にドル円を押し上げるぐらいの規模があるって言ったと今思い出しました、うん、じゃあそこからまあさらに破壊力がね増したってわけですよ ね、 ですよね。だからやっぱりそうなるとドル円落ちなくなっちゃうのかな。利下げしても新ニーサの買いが支えるみたいな、新ニーサ買いみたいな、すごい新たなもう
貿易輸出入とかの規模じゃないドル買いが来てるっていうことですね。確かに確かに、オンラインサロンもやっております。そうですね、去年の4月ぐらいから始めて、まあそこそこ続いてて、まあ内容的にはね結構盛りだくさんっていうかね、14本の動画って大変ですよね。2日に1本かいみたいな感じなんで、ね、めちゃめちゃ働いて、そうだからまあちょっとねお得感はあると思うんですけどね。ですからで1ヶ月間無料なんで、もし入っていただいてダメだったらやめていただいてもいいんで、ぜひ1回は覗いていただきたいなって感じですよね。はい、初月無料なので概要欄に貼っております。ぜひ見てみてください。